moving fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the...はい、どうも皆さん、こんにちは、バナナです。今回なんですけれども、この間のね、カジノアップデートが 1.27 というね、ファイルでした。今日ですね、1.28 っていうのが今来ています。で、これを、まあ、インストールはもうすぐね、多分みんな終わっちゃうと思うんですね。で、コピーの状態で、ちょっとね、これから止めるか、それともアップデートするかっていうのをね、みんなね、選ぶようになると思うんですけど、まず、この 1.28 というのを、反映させると日本版、要は PS4 本体の言語が日本版の人は文字がね出なくなったりとかね、ちょっとプレイに支障をきたすようです。で、まずこのコピーの状態から止める方法はお知らせから、そのね アップロードリストですね、アップロードダウンロードリスト、ここから、アップデータファイルを選択して削除するっていう感じですね。で、削除をする。で、削除しますかって出るから、その状態にすると、まあ今ね、プレイしている人とかはね、オンラインを入れたりします。まあ全然ね、GTA アプリ閉じてる人っていうのは、ちょっと無理かもしれないですね。では、本体をね、スタンバイとかにしていて、もうアップデートがね、完了した人の場合ですね、日本語の表記にしていると、まあ言語をね、日本語にしていると、どうやら文字が出なかったりするようなので、設定から言語で、ここを選択します。今日本語になってると思います。で、ここをね、イングリッシュっていうのに書いてあるやつですね。で、まあ、ユナイテッドステイツっていうのはアメリカになるので、まあ、それにね、しとくといいかなっていう感じです。まあ、これでね、改善は、とりあえず英語になっちゃうけど、プレイはできるようです。よかったらやってみてください。I love how it feels when I break the chain.